どうも山田ですえー、っと皆さん高校の時に倫理っていう授業はありました僕の僕が行ってた高校には倫理なる授業は多分多分ないまあ僕はあんまり勉強してなかっただけかもしれないけど多分なかったと思うんですよねあのまああるいは理系だったからかな文系の方はそういう倫理っていう授業があったのか でも倫理の先生っていう人がいるような気はしないんですよね。で,でそのでも倫理っていう授業がある高校もあったみたいなんですよね。うちうちの息子長男が高校の時にあったらしくてその時使っていた資料集なるものを。 持ってきてきくれたんですよ、ね、まあ彼が,彼が昔使ってたやつだって言って持ってきたんですけど高3の時だって言ったかな。でまあちょろっとそんな話をしたんですね。僕がその、えー、っと最近ちょっとキリスト教に興味が湧いてきたと。だけどキリスト教って全然知らない旧約新約すらも知らないしそれからんとプロテスタントとカトリックの違いとかも分かんないしさらに言うとその。 マックス・ウェーバーがプロテスタンティズムの,その倫理と資本主義の精神っていう本をいわゆる略してプロリーンって言われるやつですね、えー、書いてそれがなんかすごく面白いというかまあちょっと僕らの働き方にもすごい近いんじゃないかなと思うようなことなので一回調べてみようと思うとかって言ってたらその辺の話昔どっかで聞いたなとか言ってこれを。 こいつを持ってきてきくれたんですよそれで倫理資料集ってやつですねこれを見てびっくりしましたねこれこんなこと勉強している人たちいたんだと思ってキリスト教とかも書いてありますよこれはしかもなんかなんだろう図とか写真がね資料集だから図とか写真が多くてですねもうめちゃめちゃわかりやすく書いてありますなんかまずギリシャ思想から始まるんですよね ギリシャ思想かから神話の話のとかが出てきてきソクラテス出てきますよこれソクラテスさんが出てきてプラトンが、ね、出てきてソクラテスの流れを汲んでプラトンがプラトンはソクラテスのソクラテスってあれですよねあの文章を書かなかったっていうか本を残さなかった人なんですよね確かですねちょっとこれから僕もこの辺も勉強したいなと思うんですけど。 うんとこと言葉でしゃべるタイプの人だったみたいでだからあのソクラテス自身はあの弟子たちが「ソクラテスはこう言ってた」っていうふうに、えー、書くしかないと確かそんなような人だったと思うんですよね。でここ3代ぐらいだからすごい人が続いてるんですよね。ソクラテスのことを書いた「対話編」っていう、まあ、この「対話編の対話」っていう言葉もまたちょっとね 今の対話と同じなのかどうか調べてみたんですけどプラトンというその弟子が対話編というのを書いてソクラテスはこう言ってたよっていう風にこう書いていくということだったりとかアリストテレスがその後に出てきますよねアリストテレスでなんかこう完成みたいな感じだと思うんですけどねこの3代の小田、豊臣、徳川みたいな感じですかね <laughs> ちょっとわからなこれはちょっと間違ってるのかもしれないけどアリストテレスも出てきますね もう出てこななきゃいけないけあと「ヘレニズムの思想家」でエピクロスとかね僕なんかちらほらエピ,エピクロスの快楽主義とかねそういう快楽主義系の本を読んでる時にもよく出てくる名前だったんですけどあまり分かってないと。であの旧約聖書がちゃんと出てきて旧約聖書の思想とかが出てきますわちょっとまだ読,読めてないんですけどねでその後にイエスが出てきますからこれは新約聖書のあれでしょうね なの流れでしょうねでパウロとかねアウグスティヌスこの人はちょっと知らないな、えー、あトマス・アクイナスっていう名前は見たことがありますねとかねそんなんが1ページあ違う、えー、見開きかこれ、ね、あの見開きで一人の人の思想とか一つの思想を紹介してくれてるんですよ。でイスラムの話が出てきて、えっと、イスラムの方からするとムハンマドが始まるわけですね。 この辺もちょっと僕は分かってないイスラームだったりとか、えー、あ,あるいはあの仏教以前のインド思想とかですねで、えー、とブッダが出てきますねだからねで諸子百科が出てきて中国へ行きますねこれはすごいなだから孔子から始まるわけですね孔子さんはあ孔子さんページ数結構あるな で牧師っていう人がね牧師さんっていうのはまあ見たことあるけどちょっと僕はあんまり詳しく知らないで孟師ですね孟師が日本でもねうーん明治維新前ぐらいには流行りましたねで純子朱子ああと応用名は僕も実践の方じゃなかったかなこれ実践学の人じゃないかと思いますが気になる人ではありましたね応用名あ、三国史に見る中国思想っていうのも出てきますね三国史はもうちょうど今僕が アマゾンプライムでずっと見てますからねえらいことになってきました本当にまだ先どうなるのかわからないけどあの三国志は裏で皇帝が操ってたのかみたいなそんな状態に今なってきてますね、えー、でもまぁちょっと三国志までこのこの倫理という資料集に出てきてますよであてだ老子 老子はクセモノですよねなんか大体僕らがこうだと思ってることとは全然違うことを言うそこが大事だと思ってんだみたいなことを言う創始っていう人もねなんか見たことあるけど何した人か知らないですねでその後日本固有のね思想みたいなことで、えーまあ、日本が登場しますね聖徳太子から始まってんな最長空海が出てくるわけですねこの辺1ページずつだな と承認出てきてああこんな資料集あったならだからあの根室別院とかね稲見別院の仕事をやる時に親鸞上人の話とかめっちゃ調べたけどまずはこれでいいわけですねパッと「さっとわかる」っていう「一っぺん人がコラムみたいにちょっと出てきてますが英才英才さんっていうのは僕は。 詳しくわかんないない岡山県出身で日本に臨済宗をもたらした人みたいですねあとお茶の伝道師って書いてありますがちょっと楽しみですねあと道元これも道元っていうのは聞いた日蓮は日蓮です日蓮宗のその辺ですねあとはもう朱子学として藤原聖華とかね林羅山とかなんかその漢字でその名前は聞いたことがあるっていう人が出てきますね いやでも顔は分かんないな。雨の森報舟とか木下淳安聞いたことない。貝原駅賢っていう人は聞きましたね。これ、あの養生君ってやつで、ね、聞いたことがある名前ですけど、その名前が登場してますね。荒井白石はこれ日本史でも出てきましたね。山崎安斎っていう人がいるんだ。ちょっと共感が持てますね。山崎安斎。ちょっと調べてみますが。 とかねあ中江桃樹っていう人の名前も聞いたことがありますが「山がそこはね僕は知らないです全然知らないですけど「山がそこの何々」っていうのがどっかにあった時に、えー、一緒にいた何人かが「おこれが山が」かとか言ってたのを見て「え有名な人なの?」と心の中で思った覚えがある人の名前ですね。で自分が、えっと、知らないって言えなかったというか「あ山がね」みたいな感じになってたんですけど。 知らなかったですねでも今出てきましたここにねなんかちょっとかわいい顔してるな山賀さんちょっとでもどういう人かまた読んでみよう伊藤仁斎。知らないな荻生空い見たこともないないこの辺はもうほんまにわかんないあ元折のりな長ぐらいは日本史で出てきましたけどね というようよな状態ですね僕のその倫理なるものの知らなさ加減というのがこれあ二宮尊徳が出てきてるそ,そんなところですかね尾形公安は大阪にいますからねちょっと知ってますあと佐久間庄山とかあの横井湘南とかは、えっと、幕末の志士たちのところによく登場してくるので名前ぐらいは知ってるという感じですね吉田松陰とかねそういう人たちは聞いたことがありますその後 諭吉中江町名あ内村勘蔵、ね、はえっ、ーえー、となんだっけこの最後のものには、まあ、ラ,ラスキンだよなあのラスキンの思想を日本に、えー、と紹介した人でもあ,あるっていうんでよく知っていてえっ、ー、とこの最後のものでもない,ないんだよ後世への最大遺物かあの後の人たちに何を一番残していったらいいのっていうあんたの生き方でしょっていうあのあの本ですねわずか35ページぐらいだったと思いますけど。 箱根で35歳ぐらいの内村勘三が、えっと、講演会をやったんですよねサマーセミナーみたいなやつやってそれの議事録らしいんですけどねおもろいですねあの本はね何を残そうとも金残して死んでいくのかいあんたはと思想を残して死んでいくのかい事業会社を起こして、えー、死んでいくのかいみたいなそのどれも残すの難しいっしょ だったら何残したらいいのってあんたの生き方自体残して死んでったらいいじゃないのって35歳の若者が言ってるわけですからね今の僕より1 2三3歳年下の人が、えー、こと言うわと思ったのが内村勘蔵ですねキリスト教まあアメリカ行ったキリスト教みたいなのにちょっとこう感化され日本に戻ってきいろんなことが納得いかなくなりいずれ、えー、教会みたいなやつもいらんのじゃないかっていうふうに言ったようなタイプの人だったと思いますが その人と隣っちゃあんまり知らないんですけどね「その後世の最大物っていう本が大好きであとラスキン関係にちょっと近かった人っていうことで、えー、内村勘三という人は好きですねその人、まあ、クラーク博士北海道の、ね、札幌農学校を作ったクラークさんがあの育てた1期生の,あの下なんですね2期生なんですよねニトビー謎とかとねセットで、えー まあ、いわゆる北大農学部につながっていくようなラインの中にいた大先輩って大先輩は北大農学部を卒業して、えー、京都大学農学部の大学院で学んだ久保忠っていう人があの僕が学んでいた研究室のを作った人なんですね作った人でであのその久保忠さんのえー 次の教授の更に次の教授が3代目ですねだからね研究室の3代目の増田さん増田先生という人が僕の直接の恩師でしてだからいつもそので増田さんは久保忠から学んでるんですよね僕はもうお会いしたことがないです久保さんという人はねえっ、ー、と亡くなってたんですけど、えー、久保忠という人の名前をよく聞いてましてでその久保忠さんの元をたどっていくと 北大農学部にあるということで、えー、クラーク博士とかを調べたことがあったんですこれは大学院時代だったんですけど自分のルーツを探るっていうのを好きで、えー、クラーク博士ってどんな人なんだろう博士ってどんな人なんだろうとかね えー、それの教え子たちってどうなっていったんだろうみたいなことの中に、えー、クラーク博士の「サンバガラス」って呼ばれた人たちがいて現実には「サンバガラス」はクラーク博士,博士から直接習ってないっていうことが分かってですねあと,あとなんだそうだったのかと思ったんですがその,あの中に内村勘蔵が入っていたっていうことですねで内村勘蔵を調べてたらおおなかなかおもろいやんというふうに思った人ですねその内村勘蔵は、えー、見開きで2ページですねあ その後にニトベイナゾウも出てくるけどニトベイナゾウはコラムですねちっちゃい内村勘三の方がでかいんだなんか一般的にはニトベイナゾウの方が武士道とかねなんかすごい見開き2ページになるのかと思ってたらいや内村勘三が2ページでした。 時代にもよるのかな僕の時はもう圧倒的にニトベイナゾウが日本史の教科書でもバーンと出てきていて内村勘蔵って聞いたことがなかったんですけどね今やこっちなのかなでもニトベイナゾウも僕い,たいろんなところであの見聞きしますねあのコミュニティデザインでいろんなところ行くとその足跡というかねあと見つけることがありますねあとはもう分かんないな笛村正久さんとかね 新島城は関西にいればとりあえずはあのよく聞く名前ではありますけどそうか同志社をね作っていやそれ以外は時徳富祖峰さん三宅節礼さん志賀重隆っていう人は本を「風景日本風景論」っていうのを書いてて「で風景」ってランドスケープデザインやってたんで「風景」と名の付く本は あのーっと集めてたた時期があったんですよねでその時に「日本風景論」っていう本があって志賀さんが書かれてたので何した人か知らないんですけどその名前だけ見たことがありますね。賀賀勝,勝南さん北一揆さんっていうのはちょっと聞いたことがあるけどなそして大きく載ってるのが高徳水この人はまあ聞いたことはありますけどなんかあまりでもあれでしょマルクス主義とかでちょっとなんか。 取られたりした人だということぐらいは分かってますね夏目漱石森外平塚雷鳥平塚雷鳥だって僕は知らないんですよね実はねうんでも多くの方々が知っててですね普通に知ってて恥ずかしかった覚えがありますねといやーいいや生田さんも乗ってんのか西田さんも乗ってんの西田 北郎さんも和辻哲郎ね和辻哲郎さんもえっと風土関係の本だと鈴木大説とか柳田邦夫とかあら柳宗悦も出てくるんだこれ倫理で柳宗悦や民芸の話も出てきますね源まぐすや あの宮本恒一もこんな僕は大人になってからわあすごい人だと思って本を集めて読んでいていろいろ勉強していた人たちが倫理のこの,この教科書の中にはもう全部まとまってるめちゃめちゃ端的にまとまってますね小林秀夫とかもねすごい丸山正夫とか吉本隆明とかね あの吉本隆明までで日本の思想家ですねいや本当すっごいよくまとまってんなと思いましたで、えっと、西洋に入るわけですねその後後半が西洋近現代ということでうわートーマス・モアエラスムスキャベリールター出てきますよルターはえっと僕はよくわからないんですけどさっきそのプロテスタントの話をしましたがプロテスタントの,あの話に登場する 人であのマックス・ウェーバーの本の中にもよく登場しますねあとカルバンっていう人も登場しますね誰なんやろうって思ってたけどここを読めば分かるわけですねカルバン派ってねあウェーバーが出てきているここにあ,あコラムみたいに <laughs> ちっちゃく出てきてますわウェーバーのねでああ出てきてるわ「資本主義への影響」って書いてあるプロ,タスプロテスタンティズムあ,あ ちゃんんとここに書いてあるんですねいや本当だから、ね、僕は知らなかっただけですね。すっごい。ニュートンから、ベーコンから、ヒュームから、スピノザ・ホッブス、ロック、ジョン・ロック、ルソーも出てくるし、ドイツ観念論も出てくるわ。ドイツ観念論とかも改めて勉強しようと思ってたんですよ。なんでかっていうと、あのー、カーライルと文通していた、イギリスの、ね、トーマス・カーライルと文通していた、 エマソンというアメリカの,あの自然論とか書いた人ですねアメリカの超絶主義っていうあの新しいアメリカよ自信持てみたいなそれと自己の存在を超えて宇宙とつながっているんだ僕らはだってほら元素一緒じゃんみたいなことを言った人ですけど、えー、っとその人はですねまあ超絶主義自体がそうなんですけどあのエマソンだけではなくてエマソン の周りに何人もいて、ソローとかもその一派ですけれどもおオルコトとかもそうですね、えー、その辺の人たちの超絶主義は基本的に何に影響を受けてたかというとドイツ関連関連論に影響を受けてるんですね。これなぜドイツの流れっていうとカーライルがドイツ語の本を訳してくれてたからですね英語にイギリスで。 でででカーラエルはその地質学をもともと勉強しようと思っていた人なので、ね、トーマス・カーラエル歴史家ですけど知識地質学を勉強したくて地質学は当時ヨーロッパでいうとドイツが圧倒的に進んでたのでまずドイツ語を勉強してでカーラエルは、ね、ラテン語とかも勉強するんですけど英語だけではなくてドイツ語を勉強しでドイツの地質学を学ぼうと思ったら地質学ってそんなに面白くなかったっていう学生時代を過ごしてるんですよね。 でなんだドイツ語せっかく勉強してさ地質学だと思ったのに地質学つまんねえじゃないかと思ってる時にゲーテの本を見つけるんですよドイツでドイ,ドイツ語の,あのドイツ行ってないんですけどドイツ語のゲーテの本を見つけてでドイツ語でゲーテを読んでたらめちゃおもろかったから、えっと、ゲーテの本をドイツであのイギリスで翻訳して出版するというようなことをやっていた人なんですねでゲーテなのでそのドイツ関連論のようなものっていうのはその後 えとまあ、いろんな人たちに引き継がれていくわけですけれどもあのカントとかもそうですけどねそう,いうそういう部類の本をイギリスで英語に訳していきで英語に訳されたものっていうのがアメリカに渡っていってでエマソンとかがカーライルと文通してますからドイツでは今こんなこと言ってんだよとかいう影響をいっぱい受けてでアメリカの,あのボストンの郊外ですね、えー、にあるエリアでちょっと流行っていく 全米にあの影響を与えることになるっていうあのそういう超絶主義っていう考え方があったんですよ。で、えっと、カラエルはイギリス国内にはあのジョン・ラスキンというあの弟子を作りましたけれどもあの海を隔てたアメリカの方にはあのラルフ・オールド・エマソンという弟子を作ってますんで、えー、まあ友達というか弟子というかですね なので、まあ、あのラスキン関係からカーライルに行きエマソンに行きっていうことでエマソンを、えー、っと調べてたらあドイツ関連論が出てきてでゲーテとかももちろんカーライルの師匠さんです。カーライルはゲーテとドイツ語で文通してるんですよね。えー、なので、えー、まあその辺りからドイツ関連論というのを調べようと思ってドイツ関連論ってどうやって勉強したらいいんだろうなと思ってドイツ関連論に関する,関する本を一冊まず入門編のようなものを買ってみたんですけど。 もう難しくてなんか慣れない言葉だらけでね最初の数ページで止まってるっていう状態なんですが、えっと、そのドイツ観念論がですよ、えー、ここにですね6ページにわたってですね、えー、書いてあるじゃないですかこんなありがたいことってありますかあいや6ページじゃないな観念論自体の説明はあるけどその後カントが出てきていてその後ヘーゲルが出てきているからね フィヒテとかシェリングの話も合わせればいやまだある、うん、イギリス功理主義へ行くまでの間8ページぐらいはドイツ関連論ですねこの倫理の資料集ではこれで良かったじゃねえかと思いますねドイツ関連論についてはうんでいよいよイギリス功理主義この辺からはもう僕があの割と好きで あので資料も比較的多いんですねイギリスの英語のやつっていうのは日本語に訳されやすいからか知らないけどあのアダム・スミスから始まるようなアダム・スミスもねあの哲学者でしたからねもっともっとねそのベンサムとかねジョン・スチュアート・ミルですねミルとかねこの辺りになっていくわけですねああそして「初期」「かっこ空想的社会主義」って書いてありますね <laughs> やっぱり空想的ってつくんですね エンゲルスのせいですねねこれね、まあ、後に生まれた人たちがあんなの空想的だったよって先輩をディスったってことですよね。それでオーエンロバート・オーエンとかサンシモンとかフーリエっていうあの3人それこそサンバガラスじゃないかな、えー、国は違うけどこの人たちが社会主義的なことを先に唱えていて後で、えーまあ、ドイツからイギリスにやってきたマルクスがね、えー、社会主義的な科学的自分たちのことは科学的社会主義っていうわけですね。 でその後レーニンと毛沢東の話も書いてあるから、だいたいこれでいいわけですね。いや、すごいな、この授業は。でウェブ、フェビアン社会主義とか、ウェブ夫妻まで載ってますね。完璧じゃないですか。というようなことが入ってたりすると。で、キルケゴールとか、ニーチ、ェアスパース、ハイデガー、サルトル、うわ、完璧ですね。こんな。 ジョン・デュイも出てきてきますよアメリカに移ってデューイのこともだから倫理の授業を受けた人たちは当たり前に知ってたわけですね僕はなんか最近になってデュイーイがとか言ってねベブレンがベ,ベブレンは出てきてないなでもなベブレンがとかガルブレイスがとか最近知ってわいわい喜んでるそんなものはもうみんな前から知ってたんだなドイツもバッチリですよフランクフルト学派もねアーレントのことも ジョン・ロールズのことも出てきてますわこれでいいんじゃないですかこの流れをねドゥールーズとかテリダンについても入ってきてるわしかし高校生でこんなこんなに学ぶんだあと後ろの方には「シュバイツアー」と,とか「キング牧師」とか「マザー・テレサ」とか写真がカラーになってからの僕も大好きな人たちがと たくさん登場してますねあ環境倫理についてもしっかりまとまってんだ倫理学すごいっすということでまあまあこう目次みたいなもんですけどね、えー、倫理学の資料集しかしねこの資料集後ろにバーコードついててですよこれだけちょっとまあ中はお見せしませんけどね これだけカラーでこっと細かに書いてあって、えー、ページ数も結構あります328ページまであるようなその本がですよわずか840円なんですね教科書ってすごいなやっぱ国のお金が入ってる税金使って作ってるんですかねこれ840円って新書の値段ですよねあのモノクロのだから民間として出してたらモノクロの新書っていうぐらいの値段でこんなカラーで この大きさですごいということでちょっと僕はね最近は最近はというかこの10年20年は倫理に興味があるんだってことがよく分かりましたね。でその倫理なるものという授業があるって日本史と世界史と地理で僕はあの理系で理系だったので地理を選択したんですけどね。で倫理っていう授業が大学とかではありそうですけど高校にあるなんてことは。 ついいぞ知らないままでしたね自分の息子が倫理の授業を受けてたことも知らなかったっていうぐらいですけどねあ,るあ,あったよそういう資料集その授業がっつってであの高校が卒業した時にほとんどの教科書を捨てたらしいんですけど倫理の資料集だけは取っといたって言ってそれを持ってきてくれたんですけどそれ見て愕然としましたねこれじゃねえか今知りたいことは全部あるじゃないかと思って。 早速借りてきちゃったとということですちょっと僕はもう倫理の最新倫理資料集をえちょっとこう読み込んでいきたいなと今思ってますいや今日はもう倫理っていう授業があるってことを発見したというだけの報告でしたね25分も喋ってるけどこれあれ知ってる人であれば全然当たり前のことばっかりしゃべってんじゃないかって言われそうですね知ってましたか倫理って授業物理とか科学とか生物とかはね 普通にあるって知ってるしもちろん英語とか数学も数一数二数三みたいなのもあるって分かってますよ英語の授業もあるしねなんなら道徳とか図画工作とか美術とか音楽とかさらに知ってるけど倫理授業の名前としてそんな正しそうな名前の授業はあるんですねというのがもう50歳手前になってようやく僕が知った一つの事実ですね 倫理の授業を受けといたらなあ受けてられたらここに書いてある人たちの名前が当たり前に頭に入ってるわけですもんねそれとって強いなあと思いますね、うんキリスト教のこととかもね一応一応なんかこうフレームだけは分かってるわけですよねドイツ関連論だってフレームだけは分かってるってことになるわけでしょそれを先生が説明してくるわけですよねこっちが一生懸命難しい本読まなくてもいいわけですからねこれは大したもんだ という今日は倫理という授業があることを発見しましたっていうそんな動画でしたどうもありがとうございました